こんにちはです。今回は土曜でドータマの日ということで、今回はドータマバックスクライブルのムサコネ選手メイン賞していきたいと思います。と、その前にタイトルの通り奇妙のセンターフォワードを紹介していけたらいいなと思います。一人目はエンソコペッティ。センターフォワードでボール出し能力が一番高く、本職のセンターフォワードで必要な決定力よりも高くなっちゃってるっていう選手ですね。適性が後ろの方にもあるんで分からなくはないですけどね。次はアレックス・アレグリア。センターフォワードでディフェンスが一番高い選手。まあ、こちらは調子次第では使えそうですね。本題のムサコネ選手の能力を見ていきます。スピシュンが96でボディコンが91。オフェ戦決定力最低限80あって、まあ、裏抜け1対1決める分には十分ですね。身長175センチしかないんですけど、ジャンプ88もあるんで、まあ、頭での得点もあります。スキルはダブルタッチ、ワンタッチ、シュート、マリーシャ、スパサブとなってます。それでは、ムサコネ選手を使ってオンチャレていきましょう。落として、ムサ。コマ反転して決めたい。ちょっと、あげようか。何飛んでんの？どこ？ありえんとか飛んジャンプしたね。さ、ムサコネ。から、アキラ。さ。なんか、たまたま、ディッサル。ディッサル、もう一回。三角形を作って攻めていく。あら。お、いいんじゃないか？リバース。で、こっから、お、いい抜け出し。ムサコネイ。いやー、その奪われ方よ。決めるんだ。お、ラッキー。いやー、何してんの自分。ボディコン高い。オッケー、切り替え早いよ。ここムサコネ。おっと、豪快に決めていく。見たかね、最後は見たかね。むさかねの個人技、OK。あ、いい、OK。生かして。いいんじゃないか。いいぞ。コネ。コネ。オッケー。さあ、コネ。抜け出したリバース。